こんにちは、サックスの川原塚雄二です。予告してたんですけれども、2000人、チャンネル登録者数増えた時にまた記念動画を撮ろうかなと思ってて、すっかり忘れてたわけじゃないんですけど、全然そのやる時間がなくてですね、やっと今ちょっと時間取れたので質問に答えていきましょうっていう動画を1000人の時にも、やらさせていただいたんですけど、それの続きをちょっとやってみようかなと思います。まずは、たくさんの方にチャンネル登録していただいて本当にありがとうございます。このチャンネル登録者数が増えていくと、まあ結局なんかこうモチベーションというか、やる気になって、まあ意味あることやってるのかなって自分でも思えるようになるので、引き続き今後ともよろしくお願いしたいなと思う次第でございます。ちなみに現段階で2000人を超えた時に撮ろうと思ってて、今2250人ぐらいですかね。ちょっとだいぶ過ぎちゃったんですけど、まあ、次3000人の時にまたできたらいいかな。3000人いくんですかね、ちょっとわからないですけど、皆さんの協力よろしくお願いします。ということで、じゃあ質問に答えていこうかなと思います。質問はですね、 DM とかで募集してていくつか来てるんですけど、1000人突破の時に漏れていた質問もあるので、ちょっとその辺からですね、抜粋して答えていこうかなと思います。エフェクターをかけたいのですがどうしたらいいでしょう。エフェクターのことはですね、僕すごい昔から結構言ってるんですよね。ノートとかにもいっぱい書いてたりするんですけど、でこれがですね、一言二言ではやっぱり語れなくて、専用の動画を作ろうと思っていて、なかなかできていないということなんですが、まあエフェクターといえば大体こうギタリストがよく使うじゃないですか。このちっちゃいやつね、こういうのいっぱい並べて、歪むやつとか、リバーブとか、コンプレッサーとか、そういうのいっぱい並べて音を作っていくんですけど、結局サックスの場合はですね、マルチエフェクターっていうのが都合がいいんですよね。マイクがあって、そのままエフェクターにポッてマイクで挿して、で中でいろいろこう全部入ってるので一通りで音を作って、そのまま PA に送っちゃうというのが一番都合が良くて、ただサックス用のエフェクターっていうのはなくてですね、ボーカル用のエフェクターっていうのがすごく使いやすいかなと思っています。ボーカル用のエフェクターっていうのは何種類かあるんですけど、マイクがですね、マイクのケーブルってこういうケーブル、このキャノンってやつなんですけど、まあこういうのがそのまま入るということになっているので、非常に扱いがしやすいんですね。ギターとかだと、まあこれちょっとステレオですけど、こういう普通のシールドってみんな呼んでるやつ。こういうのだと、マイクをこれに変換したところで、レベルとかインピーダンスが全然違うので、ギター用のエフェクターはそのまま使えないんですよね。音がすごく細くなっちゃいます。あと、全然レベルが足りなかったりとかするので、やっぱりこのボーカル用のエフェクターっていうのが、まあ、便利っつっちゃ便利ですね。ただ、そのギター用のマルチエフェクターに比べると、中の種類はちょっと少ないかもしれないんですけど、まあ、一番多分手っ取り早いのは、今、ズームで一番安いのが出てるかな。これマイクも多分ついてたりして結構お得だなと思ったんですけど、まあ細かい機種のことを言い出すとですね、ちょっと時間かかっちゃうので今はちょっと割愛しますけども、そのボーカル用のエフェクターっていうのが都合がいいかなと思います。で結局サックスにエフェクターをかけるといってもですね、じゃあ全体のライブの1時間こうライブのメニューがありました。それで曲がまあ例えば10曲やりますっていう中で、どれぐらいエフェクターを使う、音色を使う時間があるのかっていうことなんですよね。結局そのどっかの曲のサビだけ使いたいとか、全体にエフェクターをかけ続けるってことがあんまりないような気がするので、いわゆるバイパスした時の音色っていうのをこれ僕一番大事にしてます。バイパスした時の音が細くなるんだったらあんまり意味がなくなってしまうので、バイパスした時の音がいい、もしくはバイパスする回路を自分で作るっていうことですよね。で僕の場合はクワッドコルテックスっていうマルチを今は使ってるんですけど、その中にニーブっていうマイクプリアンプをモデリングしたものがあって、それを常に通しています。常に通したものをバイパスっていう風にしてるので、僕の場合は1時間10曲あったら1時間10曲全部エフェクターがかかってるっていうような状態になっています。あと気持ちショートディレイをずっとかけてたりとか、します。そうすると音が太くなったりするんですよね。その状態を要はデフォルトっていう風にして、そこからコーラスとかオーバードライブとか、そういったものをかけられるようにしています。なのでこのエフェクターに関することはですね、もうちょっと掘り下げたいので別の動画を撮りますね。はい、次。アルトサックスオクターブ上からピッチが高くなる、
これはですね、もう前にもずっと言ってますけど、力入りすぎですね。上に行けば行くほど力を抜く、力を緩める、緩める動画出してますので、そちらをご覧いただければなと思います。で、緩めた時に、ただ緩めただけだと結局音が落ちちゃうので、落ちないために結局こう腹圧、息圧をこうグワッとこうお腹で支えるっていうのが必要になってくるわけですよ。その感覚がなかなかわからないっていうのが、いろんな人を見ていて思います。そこが体感で分かってくると、ああなんだこういうことかって言って、楽な呼吸法で、吹けるようになると思います。これはですね、実際に吹いているところを見せていただかないと具体的なアドバイスができないんですね。なので、もし希望があれば、オンラインでも何でもいいのでレッスンをちょっと申し込んでみてください。もうすでに習われているような方だったら、先生に具体的なところをちょっと聞いてもいいかなと思います。次、自分でできるメンテナンス。これサックスのことですよね。これはですね、僕はほとんどもう信頼できるリペアの人に任せちゃってるので、自分ではほとんどやらないんですけど、困ったなって思う時は、多分担保のベト付きですかね。本番前にどうしてもこうぬちゃぬちゃっていうのがこう取れないとか、まあ拭く前に歯を磨いてね、ちゃんとやったりするんですけど、どうしてもその汚れが溜まってきて、特にこのなんですかね、 G シャープとかこっちの C シャープとかね、ここがどうしてもこうくっついてしまう。要は何もしてない時に閉じてるキーがいくつかあるんですけど、そこに汚れが溜まりやすいっていうので、そのベト付きを強制的に取ったりとかはしています。まあ、僕のやり方ね、あんま参考にならないかもしれないというか、真似しちゃいけないような気もするんですけど、僕はですね、これ BG っていうところから出てる、何ですかね、これフェルトみたいなちょっと丈夫な布、昔よく1ドル札とかで使ってる人もいましたよね。なんか丈夫な和紙っていうイメージです。これにこのジッポーオイルをですね、こう浸すんですよ。ジョボ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 って、でちょっと湿らせておいて、まあ例えばここの担保がどうしてもベトつくよっていうんだったら、ここにこう挟んでちょっと引く。あんまり強い力で噛んだ状態で引いちゃうと良くないので、ちょっとこう引く。そうするとここのベトつきが取れるっていう感じなんですけど、これ多分ね、担保の油分を取りすぎるのであんま良くないと思います。良くないんですけど、緊急時はもうしょうがないので、でその後に、ちょっと栄養補給みたいな意味合いもあると思うんですけど、こういう、パッドライフというかスムースパッド、これは石森さんのやつですけど、これでちょっと同じようにして、塗る。で塗りすぎるとまたそれが汚れになっちゃうので、ちょっと塗ってあげればいいかなと思います。これを直接ポタポタって垂らすんじゃなくて、これをまたクリーニングペーパーとかに染み込ませて、ちょっとこう挟んで引くみたいな感じですかね。であとはその自分でできるメンテナンスっていうよりも、自分のサックスが今どういう状態なのか、今これ良くないのかいいのかっていうのが分かる方が大事だと僕は思っていて、目安になるのは一番下のこう B フラットまでこう全部押さえて、この人差し指ファのとこですね、これだけちょっと押してこの音を聞くんですよ。このポヨンポヨンポヨンってお尻が上がってる時、この音がしてる時は割と大丈夫かなと思います。でこれ例えばどっかに、強制的に隙間を作って同じことをやると、こう乾いた音がするんですよね。この時はどっかが隙間が空いてるってことですね。もしくは力をこう強く押さえないとこの音がしない。軽く押さえただけだとこういう音がするっていう時は、やっぱりどっかに隙間が空きやすい状態になっているので、あ、これはもう調整に出した方がいいかなっていう目安です。あとはこのキーを動かしてみて、これぐらいだったらまだ大丈夫なんですけど、なんかオイルが切れててカチャ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 いってる時とかあるんですよね。そういう時はそのまま使ってるとどんどん摩耗しちゃって、すり減ってっちゃうので、そうなる前にリペア屋さんに出したりとかしています。自分でやるメンテナンスはぶっちゃけそれぐらいですね。よくね、ご自分で担保交換したりとかしてる方いらっしゃいますよね。すごいなと思いますね。次は、ヴィンテージサックスのメリットって何ですか。はい、
ヴィンテージサックスのメリットっていうか、まあ、ぶっちゃけこれはですね、音色だけですね。やっぱり昔のサックス吹くと音色が今のとちょっと違うんですよね。ただ使いやすさとかその調整の頻度とかそういったことを考えると現代の楽器の方がよっぽど優れています。なのでどっちに重点を置くか、メンテナンス調整、そういうのを数多くなったとしてもそれでも音色を取りたいのか、音色はそこそこでいいので一回調整したらその状態が長持ちするようにしておきたいのかっていうことになるんですよね。なので例えばツアーとか持っていくときはあんまりヴィンテージを持ってったりとかはしないです。もし旅先で何かあった時に対処が自分でできないかもしれないので、家でレコーディングとかスタジオ行ってレコーディングとかって言った時はヴィンテージと今のやつを両方持ってって、まあ、もし何かあったら今のやつ使えばいいかなみたいな感じで、持ってったりもするんですけど、それぐらいヴィンテージを使い続けるメインだけにするっていうのはちょっとリスクがあることにもなります。そのリスクを負ってもその音色が欲しいかどうかっていうところがメリットかなと思います。ちょっと前だと例えばセルマーのシリーズ2がいくらいくらで、でマーク6がいくらいくらで、マーク6の方がすごい高かったんですよね。でもちろん今もヴィンテージの値段って年々上がってきてるんですけど、それ以上に新品の値上がりの方が激しいんですよ。なので今そんなに値段が変わんなくなっちゃってきてるんじゃないのかなとか思ったりします。セルマーもシュプレームとかもう100万ですよね、アルトで。で、じゃあマーク6、まあアメセルだったら100万以上しますけど、フラセルだったら多分100万しないんじゃないですかね。だからヴィンテージだから絶対高いっていうことも今ないので、なかなかそのチョイスが難しいですよね。で、まあ僕が使わせていただいてるウッドストーンとかもそうですけど、台湾製の楽器なんだけど、日本の楽器店がこう、設計、監修、調整、全部やってるっていうことで、ものすごく優れた楽器っていうのもいっぱい出てきてますので、選択肢は増えてるんですけど、値段だけで見ると、だから何がいいのかなってちょっとわかんなくなっちゃってきてるような気もします。まあそれを超越してもヴィンテージ楽器っていうのは、まあ、もし自分がねヴィンテージ楽器買って使ってて、まあ、やっぱちょっとやめようかなってなって売りますって言った時にそこまで値段が下がらないとか、まあそういうリセールバリューってやつですかね、そういうメリットもあるのかもしれないんですけども、一番のメリットは音色だと思います、うん、多少使いにくくてもピッチがちょっと取りづらくてもそれを超越する音色の素晴らしさ、これを追い求めるっていう時はヴィンテージを使ったりしますね。はい、次、マウスピースの寿命。これはですね、例えば、まあ、なんかの動画でも言いましたけど、例えばじゃあメイヤーラバー、ニューヨークラバーですよね。もうこれもう5、60年前のものになるわけですよ。そうすると、5、60年前のものを現役でずっとこう使ってる人っていうのも、まあ、ごく稀にいらっしゃると思うんですけど、それだとさすがにすり減ってくるんじゃないかなと思うんですよね。すり減ってきた時にリフェイスっていうのをするんですけど、リフェイスっていうのは削るってことですから、盛るわけじゃないので、元通りには絶対ならないわけですよね。だからリフェイスも何回かしたらもう寿命になっちゃうと思うんですよ。だからクラシックの人なんかはね、結構定期的に 2,3 年ごとに同じ種類のマウスピースを買い替えたりとかっていう人も話聞くんですけど、すり減るという意味ではどんどんすり減っちゃうので、すり減っていった時に音色がどうか、ただ自分としてはずっと同じものを使ってるからその変化には気づきにくいんですけど、ある時誰かに吹いてもらったり、ある時ふと誰かが使ってるものを吹いた時に、あれこれ吹きづらいなって思ったりもするかもしれないですね。それが寿命なんじゃないかなと思ったりもします。で、僕は割とこう金属製のものをたくさん使ってるので、こういう金属製のものだとこのレールのところのメッキが剥げてくるんですよね。で、メッキが剥げてきたらもう一回メッキしてもらってます。そしたら本体の方は多分そんなに痛みがないと思うので、5、6年は多分大丈夫ですね。まあ同じのをねずっと使ってたらちょっとそのサイクルはわからないんですけど、特化へ引っかえ使ってる僕みたいな使い方でだいたい 5,6 年に1回メッキをし直すっていうようなイメージです。ただもうレールズタボロでメッキ剥がれてるみたいな、昔のガーデラとかそういうのすっごい値段で売ってますよ ね。ガーデラってもともとレール細いので、それガタガタで実際どうなんだろうってちょっと思ったりもしますけどね。それが寿命なのか、その経年変化で良くなってるっていう風に判断するのかは人それぞれかなとは思うんですけど、僕的にはあんまりこう削っちゃってるようなマウスピースっていうのは良くないのかなと思ったりします。次、アドリブってどうやるの。
これ難しいですよね。一言で聞かれても一言で絶対答えられないですよね。だいたい初心者の方に僕が教える時って、まずペンタトニックスケールっていうのから入るわけですよね。その曲全体を通して1個のペンタトニックスケールでリズムアプローチだったりとか、この5個の音を使ってなんとなくソロフレーズを作っていくっていうところから教えたりするんですけど、いずれコードに対してどうアプローチしていくかっていう風な教え方になっていきます。ペンタトニックだけだと飽きちゃうんでね。じゃあ実際僕が自分の曲とかでソロを取るときに何を考えているかっていうと、まあ教えるときはね、意外とこういうときはこのスケール使ってください、これはこのスケールを使ってくださいって言ってるんですけど、自分ではねあんまそこまで意識してないんですよね。まず251っていうのがあるじゃないですか。これはまあドミナントモーションですけども、これは絶対です。1曲の中にいろんなキーのドミナントモーションが入ってると思うので、その時に使えるそのドミナントのスケールをうまくはめて、まあそれが例えば、通常だったらミクソリディアンですけど、例えば裏コードでアプローチしてみたりとか、それこそオルタードとかコンビネーションディミニッシュとかっていうような、その5-1っていう時にそのアプローチをするっていう程度のことしか考えてないです。例えばある程度のコード進行がある中で、その曲のダイアトニックコードから外れている部分だけちょっと丸しておいて、そこはその曲のキーのスケールが使えないっていうことになるので、そこだけ意識します。あとはその曲で使えるドレミアスラジドの中でこううまくちょっとずつ変えて、なんとなくその場の瞬間的芸術を楽しんでいるというような感じになってるので、いろんなジャズ理論の本がいっぱいあると思うんですけど、僕もそういう本書いてるんですけど、一応ね頭の中にはその辺のことがあるんですけど、実際にその場になるとこう割と感覚でやってることが多いので、まあ、ドミナントを意識して、でダイアトニックから外れたコードだけ意識して、ここからここまではフラットが2つのスケールを使える、ここからここはシャープ3つのものが使えるっていうような感じでやってますね。でフラット2つのスケールが使えるってことは、フラット2つのスケールっていっぱいあるわけですよ。ダイアトニックの中でもあるし、だからその中でチョイスしながらこううまく解決して次のシャープ3つに移行する。でよく見るとコード進行って捉えると、曲の中でもう細かい転調をいっぱいしてるんですね。それに気づけたら楽になりますね。そのキーそのキーで、ソロを取れるようにする。でただ全体的なキーっていうのが一応決まってるわけなので、最終的にはそこに解決しなきゃいけないんですけど、でそのキーでゴリ押しすることもできるんですけど、細かいアプローチをしたいなって感じるんだったら、そのここはこれここはこれっていうキーをちょくちょく変えていくような感じになるのかなと思います。それが自然にできるようになると、だいぶ悩みを解決するんじゃないかなとは思うんですが、それがまあ難しいんですよね。はい、次、オーバートーンの練習方法。オーバートーンはですね、まあ、みんなできないですよね。できてたとしてもなんか力でやってますよね。これ全く意味ないので、オーバートーンってそもそもその自分の出してる音の倍音をこうピックアップしてあげるようなイメージなんですよ。下の音を吹いてるのに、その下の音のまんまの呼吸法で何かのきっかけを掴んであげて上の音を引き出してあげる、そういう練習方法なんですよね。でこれは、じゃあ動画作ります、オーバートーンの動画。みんなねそれをねちょっと口で噛んでねウィッてやって上の音ピーって出すんですけど、全く意味ないですからねそれ。はい、次、新品を買ってから馴染むまでどんなことをしてますか。楽器ですよね。何も意識してないです。買ったらそのまま吹きます。で今の楽器って新品で買ってきても鳴るんですよね。昔の楽器は新品で買ってくると、ちょっとなんか重いな、吹奏感ちょっとこもってるなっていう感じはあったんですよ。だから今まで使ってた楽器と並行してなんとなく使ってるうちに、まあ何ヶ月か使っていくとこう多分抜けてきたっていう言い方を皆さんするんですけど、抜けてきたっていうか自分がその楽器の鳴らし方をできるようになったっていうだけのことなので、そんなに早くね金属って変わらないです。なので自分がその楽器を鳴らす技術を身につけた、コツが分かった
でそれに何ヶ月かかかるっていうふうに思った方がいいと思いますね。だからそんなに意識しないで、ああこれ抜けてるねとかってよく人の楽器吹いて言ったりもするんですけど、それはなんか鳴らすポイントが分かってるっていうぐらいな感じだと僕は思ってるので、そんなにこうすぐに金属は変わらないかなと思います。変わるとしたら担保ですよね。担保がある程度こう硬くなってきて、中での反射率が良くなって、楽器が鳴るっていうふうに錯覚することはあるかなと思います。ということで今回はちょっと質問少ないんですけど、こんな感じですかね。またこれ次の記念動画の時に、まあ、同じ企画やるかどうかは分かんないですけども、ちょっと質問がある方はメッセージいただければ、取っておいてそれに答えるようなことにしようかなと思います。もしその質問で動画1本作れそうだったら作ろうかなと思います。だから今回ちょっとそのオーバートーンとかエフェクターのことですよね、これ割とこう長くなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、別の動画を作りたいと思いますので、ちょっと楽しみにしておいていただければなと思います。今回あれですね、ウィンドシンセ関係の質問はなかったですね。ウィンドシンセ関係はまたですね、いろいろ僕の方でも進化してます。また新しい楽器の開発にもちょっとお手伝いさせていただいたりとかしてるので、そのうち情報が出せるようになってきたらお話ししようかなと思います。前の1000人記念動画の時にも言ったんですけども、割とこういろんな動画があってやり方を説明してる、こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、こうしたらできるようになりますからみたいな動画がいっぱいあるんですけど、それを見てすぐできるっていうのはないですからね。割と僕は危険なことだと思っていて、それはその人が今まで生きてきた経験があってその説明ができているわけなので、それを聞いてそれはヒントになるとは思うんですけれども、すぐそれができるようになるとは思わないでください。それに準じた練習方法、経験値、これが必要になってくると思います。やったんですけどできないんですけどみたいなことを言われても、まあ困ってしまうということですよね。まあその辺がだからこう一方通行の動画で伝えるっていうのはそれだけ難しいのかなとは思ってるんですけども、まあもしね何か皆さんの中で悩んでることと僕がそのちょっと喋ったこと、ここがこうバッとあって、であそういうことだったのか、今までできなかったことがこれでできるようになったっていうのがもしあれば、お互いにあ良かったなと思うところではあるので、細かいところですね、こうつっつけるように、僕も動画を作っていこうかなと思いますので、何かこういう動画作ってくださいっていうのがもしあったら、言っていただければちょっと検討して作っていきたいと思います。割と僕こう個人的に言ってることが多分多いんですよ。だから世の中はこうですよっていうとこと、ひょっとしたら違うことを言ってるのかもしれないんですけど、これはまあ僕の考え、僕の経験上のこうお話をしてるので、あそういう考え方もあるのねぐらいに聞いておいていただけたら、いいかなと思います。ということで引き続きですね、いろんな動画を出していけたらなと思いますので、チャンネル登録まだしてなかったなという方はぜひよろしくお願いします。今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。